どうもこんにちは、フレッチです。今回も三国志13やっていきたいと思います。さあ今回は王と天啓、孫権ですね。天啓天の恋か。反董卓連合の思わぬ攻勢を受け、董卓は漢王朝の王都である洛陽を焼き払ったと。焼き払い朝廷の先行を強行すると、まあ、前回の呂布の続き的な位置ですね。位置的に言うと、さあ孫権、孫作、孫権の父。さあ袁紹を名手とする反董卓連合軍は諸将の活躍もあって洛陽への進撃を続け、ついには五郎冠を陥落させる。戦火に湧く連合軍にあって巧みな傭兵と卓越した武勇で大いに文を上げ高めた男が一人。さあ孫権、人呼んで高等の虎である。今孫権の命は王と洛陽に上がる日を捉えたと。王との対価、バカな、報告いたす。これ政府か。へえ。今は残党どもが墓を荒らしていると。愚か者めが。貴族とかのねからも略奪したんですよね。いざ出陣戦。郊外すぐ出られるか。お任せよ。無骨そう。皆の者、力を示せ。全軍突貫。突撃じゃなくて突貫のあたりが尊敬らしいですね。これ進むの OK。 戦うんだ。残党の隠しかな。全軍突貫。もしそこの五人逆賊の残党がこもり楽を攻められるならば、わしが城攻めの敵か。言って敵じゃない、このおっさんが言ってるんだね。ぜひともご教授あれ。まず城外の陣を落とし敵の士気をくじきなされ、思いついたことがございます。全軍で指定のここだね。行こうか。進め。突貫。政府はやっぱり弓部隊ですよね。虎の牙に砕けぬものなし。ほほ、見事陣を陥落させたようですな。と城内に侵入する方法についてご説明せねばなりますまい。城内に侵入し敵本陣や敵部隊を攻撃するには2つの方法がございますじゃ。1つ目の方法は城門突破ですじゃ。城門は守備側は自由に通ることができ、攻撃側は待機をゼロにしないと通れないと。とはいえ守備側による城壁からの攻撃に耐えながら城門を破るのは至難の技。組み立てで補助を行わせようと。もう一つが城壁の突破。城壁は通常城内にある階段からのみ上り下りできますが、運転で城外からも上れますじゃ。なるほど、知ってますよ。知ってるんですけどね。あんの？あるんならいいけど。とりあえず工場兵器っていうか城門壊す兵器を。そっか、これ城の城門の前に置くんだよね。で次運転かな。あ、いっぱい立てる、いっぱい、どん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 。2個置けんの？かしこまった。2個置いてもしょうがないよね、こういうのって。置けそうだね案外。投石などの工場兵器や、OKOK です。離れよ。かしこまった。止まってんの今。かしこまった。登った方がいいか。かしこまった。2章で調整を打とう。お任せよ。戦え。郊外は何かな。特攻采配いいですね。みんな一気に勝負を決めようと。一気に片付けんぞ。孫権、まあ一応やるか。後方から孫権。お前ら一気に片付けんぞ。突貫。お前ら
5で逃げていったたった5人で、5人じゃもう何にもできないでしょうね。さあ各紙を倒して理覚を倒した、あとあの雑魚だけですよ、何もできないね。さあ今の戦況15823対5、追うか一応孫権でねやれば勝てますよね。行くぞ、逃げられると思うなよ。まあ中引かせてもしょうがないしね。全軍吠えよ、高等の虎これにありとな。組む、勝ったか、ティーフあの老人を切ってこい。なんと何故そのような、あの老人にはこの戦で我が軍の陣容を全て見られた、恩人といえど生かしておけん。数分の後、どこを探してもあの老人の姿はなく、切ることは叶いませんでした。やはり容易の類。で、楽より入ったってとこですね。関東卓の、口火は我ら孫権軍が切ったと。貢献し実績を獲得、加盟勢力軍師からの親近感上昇、魅了しましたね。これやっといた方がいいの、必要なさそうだけどな、遠いね。孫策と孫七六郎、まさかこれがあの洛陽か、なんというあれようじゃ。よろしいか孫権様、先ほどの敵から見るに董卓の本軍はすでに長安に移ってござる、ここに長居は無用、急ぎ追撃すべきかと。わしらはここに留まり洛陽を整備する。うむ、追撃するならばなんと容易ではなかろう。撤退すれども董卓の戦力は健在、団結に各連合軍での深入りに勝機を薄く、仮に勝てても我らの傷は浅く済む前。活用戦、知恵を借りたい、検索いたす。ならば、将棋やるんだね。始めるか。帰るんだ。政治の高いティーフや孫権自身を実行部署にするのがおすすめですと。帰ったんだね、じゃあ。てかもっといい部署いるんで自分でやる必要ないですね。承知いたした。兵糧は使わせないと。古老館も孫権軍のものになってますね。左遷として長安に味方を移ったと。これ取っときたいな。まあいいか。報告いたす。位置が少しずつ復興してきましたと。うん。こうなったか。民の中で漢はまだ死んでおらんようだな。はあ、漢。うむ。洛陽の復興に注力することで多少は名声の足しになると思ったが、想像を超えて我が軍の風評がいい。漢の命脈尽きたりといえど、民心未だ漢にあり。承知いたした。聞いてくれ。思った通り少々も追撃の足が鈍い。進撃を急ぐより孫文代の中列ぶりを世に示すと。どうしたものか聞かせてくれ。さてなと。何すんの。内政担当重臣を任命してみましょうと。政治の高い政府や重臣特性を持つ祖母がおすすめですと。じゃあ復興を完全にやるようですね。それこそ大使任命した方が早いんじゃないか。こっち何持ってん、商業特有特技所有者でもいないで、いないですね、特に向いてる武将が。そうせ無理だな、まあいいか。大使以外任命できるというか大使用の人がいないのかな。おいおい、検索いたす。良いぞ。でも武将全員ここに移ってるんですね。お聞きください。
良いぞ。まあ山際でいいんじゃないか。考えがございます。民心は重要だ。ゼロじゃないか。全然民心ないじゃん。方針軍がいるね。あ、武将が2人いる。誰だ。ウキン、いいですね。そうか、運よく入ったのかな。このような結果となりました。さあ、ここも武将もいないんでね、え、せめて留守番いるだろうっていう話ですけど、今何すんの。商業、農業、文化を1000まで上げればいいんだね。とりあえず今内政をやれってことですか。失礼いたす。嫌です。息子といえど嫌です。まず農業を上げようか。でこいつで農業行くんで、次文化ですね。受けたまわった。この2回で足りるはず。不安がございまする。妊娠も重要ですよね。甘わん。廃墟繁栄が廃墟になってる。よっぽど荒れたんだよな。まだね、煙ね、やみませんもんね。次の機会にしてくれ。考えがございます。良いぞ。今文化があと59で、農業あと118。農業は、マックスまでいって、文化も上がりましたね。達成ですよ。まだね、もういいだろう。検索いたす。良いぞ。さあ、まだ何を得るというんだ。廃墟ではなくしたんで、繁栄を高めればいいんだ。廃墟じゃない状態にしろってことですかね、多分。もう何もできないんで、多分7月1日に上がるのかな。守備はこのように。ご覧くだされ、かなり復興も進みましたぞ。そろそろ潮時か。失礼いたす。何のようだ。報告にございます。井戸に五色の光が立ち上っていると、民たちが騒いでおります。そんなことが。これは貴重にござる。すぐにお調べあれ。いいだろう。面白いと。調査か。始めるか。さあ、調べてみよう。お聞きください。構わん。考えがあります。よいぞ。何があるんだ。中に何があるって言うんだ。ほう、これが。はは。まさに伝国の玉璽、先頃の帝室における混乱の最中で失われたと聞いております。この剣どう見る。思いついたことがございます。これは天が父上を天使の位に上らせんと知らせを下されたもの。それは道理に合わん。青いな。あるのは人と地位のみだ。うむ。この玉璽を得たことで、世の人々は孫文代に天命ありと見る。それこそが、それだけが重要なのだ。官室への忠臣と民の定義に加え、これで天命という大義を世に示せた。さらなる将兵が我が元に集まろう。そんなことが。幸いにして我しらには高等の地があり、そしてこれより人が集まる。これで野望の土台は整った。刮目せい。波動こそ我が野望よと。承知、お任せを。行くぞ。さあ、炎章訪問し、反東卓連合だったよ告げましょうと。告げんの。どういう感じでやればいい。移動すればいいのか。あ、近いな。行くか。話があります。申し訳ないが、体調が優れぬゆえ、軍を引き払うことよりしあれ。交渉か。病の名を当ててみせようか。玉璽、玉璽を得たから帰るのだろうか。違うか。ほう。無礼者めが。何かほうだ。
我ら連合は官室のための連合、官室の宝は名士に預け朝廷に返すが道理であろう、うん、もう一度申してみよ。怯えて動かぬ諸将に代わりて敵を討ち修復摂氏忠義の小村文体と、失礼する。お断りする、うん、我が意押し通させてもらう。これ以上は剣にて返答いたす。己愚か者めが逃さんぞ。顔料、先回りして奴を捕らえよう。一騎打ちかな。おとなしく縄につくか玉璽を差し出すかお選びあれ。共に語るに足らん。お忘れか。いざ覚悟せよ。おお、いい展開ですね。いざ強い自由を決断。強っ。孫文代の前に立つ。その度胸だけは褒めてやる。ちょっと待って、これ言っても互角じゃないですか。武力差1で一騎が1下がってんで、こっちの方が互角にも程がある。これはね、どっちが強いとかないですよ。必殺してこないと思うんだよな。よし、まだしてこない。多分最初はね、もっと取っとくと思うんだよね。よし、まだか。ここで必殺食らわせれば勝てるよね。行こうか。うん、よーし、勝ちましたね。豪遊の死と名高い顔料を打ち破ったことで有名が天下に轟いたと。炎章が孫権に対し魅了状態。なんで。ああ、孫権殿がそれほどの武人だったとは。天下に並ぶものなきその武勇、我が胸にしかと刻んでおこう。先回りしておいてな。行くか。申し上げます。巨匠にて劉表が我が軍への敵対を表明、退路が塞がりました。なんだと。うん、劉表か。こうなったか。うん、しかし想像以上に手が早い。炎章存外侮れん男だ。厳しいかと思います。劉表は兵多く厄介な相手にござる。力を押して抜くには、手に余りましょう。うむ、進軍だ。したくせい。ああ、これはね、東洋巡察訓練などで、あ、していいんですね。1月30までか。だいぶ猶予あんな。これは出しちゃいけないのかな。それで人集めようか。あの者な、あの者、あの者な。観念いいね、観念。観念に両層行こう。あの者なら、その言葉、待っておりましたぞ。これはいい賞が手に入りますよ。こっちは兵糧は無限なのかな。中金に励みまする。両層が手に入った。渡さない。訓練しておきたいですよね。ちょっと君主軍事重臣を任命しようかな。あと、まあ火災も欲しいね。あの者なら聞いてくれ。わかり申した。さあ、兵力4万2500と結構多いので、力を尽くしましょう。考えがございます。10月まで構わん。準備フェーズとしようか。あとはまあ必要ないかな。あの者の、とりあえず入れとこうか。話がある。承知いたしましたぞ。でもそれより訓練して舞台強くする方が大事だと思うんだよな。ちょっといい武将いないっすか。いないか。軍事言うても一枚だもんね。かしこまりました。考えがござ、あの者なら露食かまわん。訓練を提案してほしいな。とりあえず槍部隊だけでも強くしておこうか。主とは仰ぎません。考えがあの者ならいいですね。どんどん増やしていく気かな。さあ、1月30までですよね。で、もし負けたらそこでゲームオーバーなんで、もう完全に負けないようにするのが重要ですよね。とは1月とはそこまで、ね、期間もないですし、お金もないですしね。厳しいかな。
兵糧はまあ別にいいか。問題は兵力ですよね。42,500 なんで、我が軍よりは確実に多いから、やっぱできたら数で押したいですよね。思いついたことがございます。よいぞ。このような守備にて、お聞きください。あの者ならいいだろう。たまわん。さあ、毎月増える兵力を活用して、とりあえず兵力では上を目指そう。還元なんかね、出てきても困るんですよ。聞いてくれ。受けたまわった。考え、あの者なら。よいぞ。失敗したんだ。さあ、11月になるね、もうそろそろ。まあ1月になったら行くか。季節変わるよね。1月、変わんないか。じゃあ兵増えなさそうですよね。もう行った方がいいかもしれないな。まあ1月まで待ちましょうか。訓練もですね、まあまあ間に合うはずがないからね。全員まあ5回訓練やっても無理ですからね。案外ないかな。上がりかけ、あ、上がりかけですね。もう27か。聞いてくる。ただ槍兵だけ上げれそうですね。さあ、でも時間がないですよ。もう1月30が目の前だ。好み、ご自由にお使いくだされ。急いでくれ、もう時間がない。30が近い。ちょっと出陣の時間考えないと。まずいぞ、まずいぞ。よし、目標は劉将軍。舞台は追う方がいいから。進軍だ。支度せい。承知いたしました。急げ。お、まずい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 。え、着くのこれ。しまった、時間かかりすぎたな。これ、あ、もうあと1年ありますね。よかった。よかった。で、あと1年あんなら、全然まだいいじゃん。全軍、突貫。しまったな、ちょっとミスリードですよ、これは。そうですね、あの短期間じゃ無理だもんな。行くぞ。と考えると、ちょっと早すぎたような気もありますね。超互角なんで、で、敵軍の弓部隊が強いというね、リーフだけですが。申し上げまする。敵軍出てこないから、叩くか。進め。我が軍の槍部隊も孫権のみか。弓が異常に多いですね。6部隊弓か。ここはあれだな、中央の門攻めちゃおうか。考えがございます。敵の弓部隊は劉表のみなんで、撃ってくるのは劉表だけなんですよね。そこ有効に使えば勝てるんじゃないか。進め。やっぱ門かそう。ここは無視して一気に突っ込め。ないもん。組み立てはないか、さすがに。ここは急いで突破しろ。思いついたことがございます。この戦、劉表を撃てば勝てる。セミ部隊で劉表を撃つと。みな、全力を見せよ。みなの者、ここが正念場だ。門突破できれば勝てる。者ども、気概を見せよ。急げ、突破しろ、早く。劉表を叩け、弓部隊を撃て。
考えがございます。浅い考えなど聞くに足らん。さあリーフを倒せそうです。進め。このまま倒して投石が痛いですね。こうなってみると敵の総大将は酵素か。この雑魚結構しぶといな。屈辱じゃ。さあ2個目の門突破すれば残すは本陣のみか。急げ全軍急げ。投石費がね結構うざいですね。ここまでか。あれ壊滅した。全軍一丸となって。どこにいた。突入せよ。みんな全力を見せよ。承知いたした。昇覇王ってなんだ。虎から突き進め。その身に刻め。さあ竜装と竜番勝ちますよね。これはよし。いざ。案外微妙だな。その身で死ね。そこまで差がない。これで必殺が来た。これでどうだ。かなり食らったね。さらにそれに必殺を返すと攻撃すれば勝てるぞ。おお、いいですね。判断がいい。で必殺使っておしまいと。よくやった竜装両装。我が部の前に敵などない。思いついたことがございます。今だ。火をかけよう。まずい。くそ、やりやがったなあいつら。進め。思いついたことがございます。本陣に突貫。火を避けろ。火を。これでどうです。士気を上げていく。さあちょっと弓部隊が多かったんですけど、案外それが良かったね。士気はなかった。制圧したけど。巨匠にてリーフを退けた孫権はその後もリーフの追撃を受けながらかろうじて調査へとたどり着いた。報復のため演説と結ん組んだ孫権は効果攻略へと向かうと。孫権は諸戦に足を、しかし野営地を横切った敵の貨幣を見るや友割だけを連れ追撃に飛び出したと。父上が。バカを申すな。遡ること数刻、孫権は本陣を挑発した敵を少数で追っていた。危険でございます。何もあの程度の兵を御自ら追わずとも。あの程度の兵に侮られ孫家の誇りは守れるか。しかし誇りを守れずして野望を口にする資格などない。ダメです。伏兵に囲まれています。もはや脱出は。そうか。かかったら孫権、安い挑発に乗り寄って所詮は兵法も知らぬイノシシ武者よ。薄汚い口を閉じよ、ザコメが。貴様の首を取り、結露を開く。ここで散るならば、それもまた天運。我こそ、高等の虎、孫権。誇りに生き、誇りに死ぬ。者ども、突貫。撃て撃て。
乱戦にて捕縛した敵将高祖によれば、孫権様のご遺体はすでに流氷の陣に。高祖の身柄と父上の遺体の交換を流氷に持ちかけよ。はっ。父上が示された誇り、今の俺にまだ守る強さはない。なんたる無力、なんたる堕弱。ああ父上、お笑いくださいますな。この孫白府、我が未熟なる牙を研ぎ上げ、必ずや中原に孫家の風を吹かせましょうぞ。無念の孫策は、孫権の遺体を葬った後、劉表と対抗する演術にその身を寄せる。ほとばしるほどの怒りと孫家再興への意志、そして父より継ぎし誇りと野望を胸に。高等の虎孫権散る、誇り高き虎の魂は玉璽とともにその子である孫権に託された。後に小法王とも呼ばれる孫権、さあ孫権じゃない、孫策ですね。さあ孫権編は終わりかな、終わりかなって終わりですね。さあ次回美女連冠挑戦か。ではまた次回お会いしましょう。